はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシロー神田でございます。それでは本日やりますは、再翻訳クエストというゲームをやっていきたいと思いまーす。再翻訳したんですって。それ、選択してください。はい。CV ありなし、ありむいでお願いします。この物語は、ヒーローと面白い友人が復活したデーモンキングを倒すことができる RPG です。ヒーローはよしとしよう。面白い友人を連れて行くなよ。友人は友人で追ってあげなよ。お家にさ、いいけどさ。勇敢だ。今日は誰も集まらなかった。どういうこと？再翻訳やけんさ翻訳じゃ、もう一回翻訳してるんやけん、そりゃそうなるわな。復活した悪魔の王様を完全に押しつぶして召喚された王女を取り戻しましょう。とりあえず王女を助けに行けばいいんやな。わかった、なんとなくわかった。大丈夫、読めてるよ。その通り。 Exactly。 おいえ、まず遺構を目指してくださいそこから魔王の城がある魔界に渡れます。遺構ってなんや。理解じゃないよ。時々資金を提供しましょう機器が設置されていることを確認してください。やべ、ガバ翻訳、翻訳の翻訳にガバ翻訳になるわな。私は王から一番 G を得た。やっとな。特別にありがとう。特別にありがとうじゃない。さあ、勇気を示せ。悪魔王、待って。あなた、私、この手で、私は間違いなくそれを打ち負かす。直訳感が半端じゃねえ。半端じゃねえ。待ってろっていうことなんだろうな。やばすぎんだろ、これやっぱり。さすがだな、セーブ。保存しやすい、ここも直訳。勇者が勇敢な人になってる。全部直訳。装置じゃん。装置って何？装備か。装備って何年だな、直訳っていうか。すべてを取り除かれる最強装備でいいよ。戻ろう。保存しなさいがセーブなんだ。ぬかみんふんたんが残ってるわ、前の。ありがとうございます。たびたび遊ばせてもらってます。はい、話しかけない。ちょっと待って。なになになにじゃないのよ。誰やねん。なんか、あなたは伝説の勇敢なヒーローですか？勇敢なヒーローって二重ダブルミーニングなんだ。まあ、本当に私は伝説のヒーローです。ちょっと息がってんな。あなたは？あなたは？私はテレンスです。一緒のこれからの天使。天使？鬼の王が復活したと聞いたとき、私は鬼の王を征服するためにこの国に来ました。鬼の王って出てないやんって言おうと思ったけど、デーモンキングって出たわ一回。その通りです。その通りです。旅は仲間であり、世界は思いやり。何を読むかわかんねえ。一緒に魔王を倒していきましょう。敵は同じです。さて、あなたに同行させてください。ここはちゃんとわかる。レーゼンは友達になりました。仲間じゃねえだな。行こう。わかった、行こうじゃないのよ。ああ、それは美しい。私とお茶はどうですか？なんでナンパされてる？ツイートしないでください。ツイートしないでくださいどういうこと？ツイートしないでくださいはわからんのよ。何ツイートしないでくださいって。ツイートツイートがあんの？じゃあ装備な。これは武器屋です。ああ、私も鎧屋です。どっちやねんそれは変われる鈍いデュランで何？あ、でもテレーゼの方が強いじゃん。買っとこうぜ。こういうの買っとこうぜ。お金はあるから。ちょっとアレックス弱えな。ロンギヌスの槍持ってるテレーゼ。ちょっと待ってよ。ちょっとびっくりだよ、私。項目って何なの？ちょっとアイテムのことなのかな？アイテムか。アイテムやな、多分。多分そうやな。ありがとう、トゥトゥ。ありがとう、トゥトゥはどうやって日本語で言うの？これは、道具屋です。要するに、アイテムストア。
や、わかるよい。言わんでもわかるよ。回復のエージェント。あまり美味しいわけではありません。極度の回復薬。戦火一部の人々は味がいい。じゃあ、八つぐらい買ってく？回復可能な条件の異常を回復しやすい。なんだ、アルバトロスのとか。アルバトロス、じゃあアルバトロスで、アルバトロスに行くぞ。アルバトロスに行こう。で、蘇生は多分できるやろ、誰かが。回復のエージェントマックスカットだやろ。お前なくなった、ありがとうな。ありがごく。ありがごく。うちこそ、ありがごく。何や、ありがごくって。最強装備だ、コック。保存するコックよ。オッケー、シンク。行くぜ。宿屋に生きていけど金なくなったんだったわ。しまったな。泊まれるかな。宿団いる？これは特別な機能のない非常に普通の旅館です。一泊あたり 30G です。宿泊できますか？そんなに自分下げんでもよくない。特別な機能のない非常に普通の旅館ですとか言わんでいいよ。はい、泊まるね。私はお金、お金足りないってバレちゃった。お金足りないってバレちゃった。しゃあねえな、行くか。行こうぜ、テレーゼ。あ、思ってるよりマップ広い。あ、シンボル変化だ。私の名前は、不潔なオークです。もう小さな毛に汚れたオークやったのに、もう一段階ランク下がったやないか。不潔まで行っちゃったやないか。ヒヒハハハ。もう、我慢できない。うん、よかったね。ブレイブミー。ブレイブミー。8つに分割します。勇気を私に、8つに分割されちゃう。やべ、8つ先に。仮面ライダーアバトの揺る口で、私は戦う。私は戦う。必殺絶滅の剣。怖えんだよ。最初の攻撃、早期に攻撃する。あー、0.8 倍やけど、先制が取れるっていうわけで、早期に攻撃するのか。足掃除だって。ダメージと3状態で足掃除、そこじゃ。足掃除すべて早いじゃん。刃が私の刃が、あなたを捕まえました。そのツイッターじゃなくて、魔法は炎が使える。攻撃そこじゃん。で、攻撃そこ。あ、防御は、防御になるの、テレビは。本当に体力高いな。ボディブロー！ナッショー！ボディブロー！思ったより強い。いや、でも、その強さ。思ったより強い。スーパー神聖な水、エリクシール、回復のフェーザー、やったぜ、ヒール2、放浪者の弾を覚えた。何やねん、放浪者の弾。2倍の槍を覚えた、衝撃音を覚えたよ。やったね。まあ、まあ、バカ。人間がこんな力を持っていたら。あ、ないよね、確かにね、そうだよね。それは、ああじゃないのよ。もうちょっと考えてからや。断末、断末ももうちょっと考えて。ああああああ、これはクリスタルのようなもの。クリスタルだよ。将来的に役立つでしょう。食べましょう。食べんな。食べんじゃねえよ。保存しなさい。保存した。オッケー、行くよ。食べちゃダメだよ、クリスタル。お腹壊すよ。お腹壊すよ。すまねえよ、絶対やるんかいし。ランダムエンカランダムエンカあるんか。全体放浪者の弾、衝撃音、すべてを切り抜ける、すべてを切り抜ける、風の強い弾、風の強い弾、素晴らしい修復薬。ルキウス。私はルシウスです。ルシウス。攻撃魔法に強い装備。そうな、そう。そうなんだ。ストーリーみたいにずっと待ってて、うん、ここに来てくれるのを待ってたの。ごめんね、そんなに首長くして待ってたんだね。ごめんね。行って悪魔を打ちのめそう。デーモンキングやけどね。悪魔か。ルシウスは友達になりました。やったね。私はアレックスです。よろしくお伝えください。誰に？ありがとうございます。私はテレーゼです。誰によろしく伝えるのかな。よろしくなじゃないんやな。よろしく伝えるんだな、ルキウス。ルシウス。ルキウス。よろしく伝えに行こうぜ、じゃあ。まともなフィールドじゃねえのよ。行くぜ。
なぜ1回だけのタワー、なぜ1回だけのタワーにクリスタル、これは2番目のクリスタル、てっきり出てこんかったね。この結晶も私のポケットに自分を投げ込む、自分を投げ込む、なんで結晶を投げ込まず自分を投げ込んだ。そしよ、ポケットを温めることで水晶のパワーが増加する場合があります。マジで、じゃあ回路を入れとく一緒に。それも本当です。私は多くのことを学びました。もうずっとずっと会話変なのよ。翻訳を翻訳してるから保存する、保存する。もうなんかすげえセーブデータいっぱいある。こんな多分セーブするでゲームじゃないかもしれんけど、いっぱいある。行こう行こう行こう、もう行こう。ランダムインクあるんやったら行こう。なんやこれ、これ何、これは、私はかなり回復した。やったね、回復したよ、かなり。ああ、これは世界です。これが世界、3番目のクリスタル。これが世界だと、私がやった、これは伝説の第三水晶です。うん、かすかにかすかなラベンダーの香りはバチクーです。これ翻訳は翻訳してる、本当にかすかにかすかなラベンダーの香りはほんまに微細やで。あ、トイレの消臭源よりはるかにもかすかなんだろうな。バチグーだってよ、よかったな。そうです、私の尾行はすでにノリスペシャルとノリスペシャルです。いや、なぜこれがこラベンダーの香りからノリスペシャルまで行くんか。ノリスペシャルです。なに、そうだ、私の名前はミノタウルです。あ、どうも、はい、勇敢なドーム、新鮮な匂いから先には行けません。待ってくれ、新鮮な匂いのはずのミノタウルですが急に生臭くなっちゃった。勇敢なドームで誰、私、私戦うね。必殺、絶滅の剣千、なんて2倍の槍、新鮮な匂いやないか。全然新鮮な匂いって何。新鮮な匂いって何。いや、全体に魔法攻撃だけなんですけど、この方、この方ルーキウスさん、2倍の槍リリースしちゃった。私の刃があなたを捕まえました。あら、引用しちゃったルキウスが。引用するな、引用元乗せらないかんのですよ。引用する場合は炎の息を吐かれた、強え。おもっちゅるより強え。ヒールトゥー、仲間だけの、ん、あ、仲間一人ってことね。絶滅の剣と二米の槍と、もう、じゃあ回復魔法ないんこいつ、おまけ。あ、間違えた。やっちゃった。魔法にしちゃった。やべえ。ルキウス落ちちゃう。2倍の槍。ガイアバスター。いいよ。強え。ポイズンキーバー。ポイズンキーバーね。ポイズンキーバー。ポイズンキーバーで、帰った俺がどれだ。どれだった、どれだった、アルマトロスの王だ、アルマトロスの王だ、使うのだ、アルマトロスの王。で、2倍の槍。アルマトロスに行くのだ。行くぞ、アルマトロスで。2倍の槍。あ、クリティカルとかあるんやな。エッグのココだ。強え、エッグのココ強え。まさかよな。エッグのココ。ちょっと全体回復はない。全体回復はない。あ、全体回復はないんだね。じゃ、どうしよう。アレックス一回回復させておいてくれ。私の刃、あなたを捕まえ、結構デバフ食らってる。あ、デバフ結構強い。デバフが強い、このゲーム。超死の打撃、おいえ、あいえ、超死の打撃。おお。じゃあ、ヒール。2倍の槍。で、回復。2倍の槍を攻撃だけにするしかない。ヒール 2! おいえ、ヒール 2! てか、相手の誰かわからんから、どれぐらい。かゆみ音、やだね。やだね、かゆみ音。かゆみ音、やだ、それ。どうしよう。相手を使う。ヒールやな、ヒールで。アレックス自体回復。アイテムで、アルマトロス、エルキウスやな。あー、結構強い、この、
ヘルトゥーアルバトロスのアルバトロスがやってくる。やったー、やべえ、みんな倒れていく。どうしよう。ダンク券じゃない、ごめん、すぐダンク券で言っちゃう。アイテムでスーパーじゃなくて、回復フェザーでテレーゼやな。テレーゼがやっぱ打点が高いから。倒れる？まだ倒れねえ。回復フェザーで、まあ、デバフは解けるしね。いや、デバフ解けた、解けた。だったらもう一気に攻めましょう。せー、2倍の槍で。結構難しいな。難しいなぁ。前回もショックあるけど。ほらよ、あなたを捕まえます。2倍の槍の攻撃力が高すぎるけど、2倍の槍。手がかゆみ音。やめてよ、かゆみ。かゆくなっちゃうから、やめて。絶望。絶滅だって、絶滅人。絶滅人雷ネットに接続と、滅亡人雷ネットに接続。やったぜ、倒そうよ、と。新聖水を手に入れた。爆発的な抜群な特別なボンブを手に入れた。最終エリクシールを手に入れたよ。アレクサレベル8フレーム3。雄大な交差を、雄大な交差。ゼクシュートルムズを覚えた。すげえな。覚悟を覚えて、覚えちゃダメだもん、覚えた。まあ、私は愚か者。人間に負けたら何？人間に負けたな、愚か者。君の運命はここまで来た。アレックスのカグラ初めて見たくらいじゃね。あれ、アレックスこんなカグラやった？まあ、行こう。ああじゃなくて、どこまで行くの？あの、ミノタウルス？ミノタウル？急ぎましょう。ほら、アレックスカグラが一瞬なんか違うようになっちゃったね。どうした？何があったか？回復してねえ、レベル上がっても。レベル上がっても回復するシステムか。ちょっと待って、保存を避けさせてね。保存して、回復して。いけたな。なんか演歌したらだるいなって思ったけど。保存しとくね。ありがとう。ありがとう。オッケー、行こう。行こう、みんな。行こう、みんな。魔王。魔王じゃねえ。デーモンキングを倒しに。デーモンキングの魔王。わかりました。わかりました？この意味のある記念碑の前のクリスタルをあげます。わかった。意味のある記念碑の前のクリスタルをあげるんだね。まあ、意味のある記念碑だ。魔王が登場しました。やったな。ついに、魔王。魔王って言っちゃった、こいつ。長く苦しい戦いだったが、私たちはこれを乗り越えた。よかったな。悪魔に勝てると思う。魔王って言っちゃった。ああ、私たちの絆の力を教えてください。魔王。魔王やないか、結局。待って。魔王、すべての人のために私は決して失うことはありません。どういうこと？あ、最終調整をしていいですよっていうことかな、もしかして。ありがとうね。じゃあ行こうか。魔王美少女、私は魔術師エイナです。マジシャンアダやで、お前。私は異なる世界の出身です。結局のところ、魔術師としての義務を果たすことが重要です。だな。そうだと思うので、友達に教えてください。わかった、友達に LINE しとくわ、ほな。ああ、マジシャンアダは、魔術師としての義務を果たすことが重要だから、同窓会には行けらんということを言うとくな。仲間の、エイダは友達になりました。名前も変わり、受けまくってるけど、そうだな、エイダ。私はアレックスです。出た。よろしくお伝えください。よろしくお伝えください。生の柿はおやつですか？バナナは入ってくれますか？生の柿はとりあえずおやつではないと思うけど、いや、おやつやって言われたらおやつなのかもしれん。バナナはおやつやと思うけど、生の柿はおやつか？何の話？保存するに強くない？レベルなんか。レベルなんか怖いなぁ。レベルなんか、マネちゃん、マネ通信 A だ。レベル、なんぼこれ。100万21って何？100万21って何？階段登るじゃねえの。魔界狭。ちょっと、セーブの前に回復。回復ポイントめっちゃある。センキュー。じゃあ行こう。あ、間違えて。間違えて。ぐはははは。来てくれてありがとう、ブレイブミー。もう勇気を私に。魔王、私はそれを残しましたが、私たちの自然な力でどういうわけかお見せします。
何を残したのかわからんけど、どういうことかな。埃を残さない、埃を炭にしてバーベキューの時に使ったよね。確かにそれでは美味しい肉は焼けそうだ。この世界のために、うん、そして平和な世界でルシウスの美味しいお弁当箱を開けるために、私はあなたを勝ち負けます。勝ち負けます、勝ち負けますけど意味もわからんし、ルシウスの美味しいお弁当箱を開けるんやったらどこでもできるんじゃん。いやでも平和の世界で開けるんやったらそうかそうやんな。お弁当箱開けて何があるんだろうなって思った。私の名前は石原ですか。キュウリを持ってる。いいえ、あなたはマジシャンエイダです。キュウリを持ってるんだって。すげえ最強装備やん。やったな、行くぜみんな。乾燥してる人おるけど一人もう雄大な交差だ、行けゼグトシウムだ、行け核だよ。まあ、もう海がね、海がね、みんな壊れた。壊れた。あれあれ。壊れた確かに。天国のモトクロスレースを手に入れた。やったぜモトクロスレースしよう。やべえ、世界壊れちゃったし、100万186人しか上がんねえ。ジーが、これは何ですか？ガーティ、ガーをガーだけで終わらすな。これは何ですか？こっちが聞いたよ。ウミガメって何やねん。これが私です。はい、そうですか。敗北していますか？あ、もうしていますね。まあ、私は失うつもりです。そうか。2番目、3番目、および N 番目のデーモンキングが表示されます。きっと表示されるだけであって向かってくるわけではないよね。わかった。なんか冷ましてる、熱いもん食べる前に冷ましてる。あ、断末魔？終わった。最後についにやった。私たち。が今ので。行こう。我々は帰れ。あの場所に。命令された、帰れって。よかった帰れ。早く帰れ。なんか回っちゃう感じで怖い。レックス、悪魔を潰した。あ、潰しました。はい。頑張って。頑張ったよ。早く戻ってシャワーを浴びて入浴したいです。シャワー浴びて入浴したいは、まあそうだね。ジョロ、私たちの絆、愛、思い、そして私たちの友人への思いやりの心は、悪魔王を克服しました。ルシウスの言葉ずっとやばくない？自身は私を読んでいます。あ、ママがマジシャンアダはずっとカキの話しかしてないけど、どういうこと？マジシャンアダがこれ端っこで回ってんの、もしかして？まあ農作はいいのでお祝いに行きましょう。この美しい世界の平和が永遠に続くことを祈ります。どうしてそんなに不注意なの？一行は三日未満以上だった。彼は続けた。ごめん、ちょっとごめん、なんかもう変に積もった今。やば、マンシャードがずっと回ってるのに積もってるわ。やばかった、ごめん。一行は三日未満以上だったのね、よかったね。そしてそして夜が明けた。わけだ。もう終わってくれ、もう頼む、もう笑って死にそうになる。アダはその世界でうまくやっています。別世界の人らしいからな、うまくやってるんやね。もうやっていきないよじゃなくて、もうやってるんやね。山田はダッシュロールですか？ティッシュにつけましたか？山田はダッシュロールでもないし、ティッシュにつけるもんでもないよ。山田はきっとな。皆さん楽しかったです。元気か？元気だよ。元気でねぐらいだよ。ああ、私に任せて。私はただ元気です。元気だね。ああ、ああ。はははが言えるやったら、最後の魔王のやつもふうふうふうにしてやんなよ。はははにしてやれよ。ありがとう。楽しかった。よかったね、テレーズ。お前、宿屋の人間やったのかな。その国でも頑張ってください。うん。頑張ってください、その国でも。
別れの言葉それでいいの？終わりました。終わりましたね。確かにそうですね。このかけがえのない平和を永遠に保つためにあの夕日に誓って。あ、誓う？駆け出す？顔グラ変わるんなんなん？好きやね、その変わった方の顔グラも。終わった？終わった？ドバシンドローム様。終わった。プラグイン、イアンフライ様、ウロロコ様、トリアコンタン様。ここは普通に読める。宇宙人様、シトラス様。ここは普通に読んでる。音声出演、アレックスヌカパリズマをつけたテレーゼヌカ付けパリズマ。ここは直前弱い。マルシャアラヌカ付けパリズマ、ヌカ付けパリズマ王、ソルジャーヌカ付けパリズマ、ロシンの付けをアイテムストア、ヌカ付けパリズマ、ブキアデムシャケ。ここは落ち着けない。再翻訳してるんか。風ない。何つぼってんねん。ヘベリーボイス、ヌカツキパイスだ。言えてないよ。特別な感謝、すべての生き物。急にまともんだった。ありがとうございました。こちらこそありがとうございましたやけど。いや、再翻訳は楽しいもんやな。やってみるか、再翻訳。やめといた方がいいと思うな。終わった終わったってよ。私は王から999999 G の報酬を受け取りました。これ2周目に持ち越せるっていうことですか？これは2周目に行けるっていうこと？これは行かねえよ。行かないよ。もうあの、突っ込むだけだからね、あの、喉が痛いのよ。セーブできるってよ。1、おめでとうございます。酔っ払って大きく遊ぶのを真似ていますか？真似ています。酔っ払ってます。やだよ。あなたは正しい。褒められちった。絶対強くてニューゲームのやつだよ。今多分強くてニューゲームっていうことだよ。だから2周目はもう自分でみんなどうにか頑張ってくれ。はい、ということでいかがだったでしょうか？再翻訳クエストというゲームを遊んでみました。ああ、もうほんま、和訳じゃないぞ、頭の中。では次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。